日報プレゼンツ、うまい森あおい森 GMU のふるさとナビパート2。東通村の農志川レストハウスにやってきました。4月から11月まで、9月く日は美味しい海の幸、山の幸が販売されます。東通り牛の特売コーナーもあって、幸せの予感がいっぱいしてます。はい、すごい、すごい。生でお刺身で食べるのが美味しいんですが、焼いても煮ても大丈夫です。食べたことあるの？ね、ないの？どんな味するんですか？どんな味？美味しい。あ、ね、あ、硬い、硬いけど、これでかい、これ食べた分でかい、逃がすね。今ここにある東通り牛は、ここの牧場で徹底した衛生管理のもとに、牛にストレスを与えない自由な育て方をしています。津軽海峡外海地巻ホタテという大きいホタテがあるんですけど、大きな身で中が引き締まってます。甘くて食感がすごくいいホタテです。アワビはエゾアワビ、北紫ウニがあるのですごく美味しいので、百聞は一食にしかす。ぜひ食べてみてください。はい、東通りの美味しいものいただきます。もうね、がっつり食べようと思って、髪のことを気にせずに食べれるようにまとめてきました。美味しすぎる。甘くない？これそれだけ感じてる、甘いよね、適当みたいになってるけど適当じゃないです、あの本当なんです。ただこれをどう説明していいかわかりませんけど、出たね、柔らかくて甘くてふわふわって感じ。なんかこれ伝わってほしい。皆さん東通り村で東通り牛を食べてください。去年もね、すごいお天気で、今日と同じようなお天気でした。ことは何回食べても美味しいってことですね。そういうことです。っていうのはステーキのお肉です。ステーキの方が油の甘さをより感じられると思います。ホヤにも初挑戦します。ほのかな甘みと磯の香りが口の中いっぱいに広がります。こちらは炭火で少し炙っています。炭火で炙るとまろやかな風味になりますよ。このアワビ見てください、まだ動いています。今朝採れたばかりのアワビを食べられてとっても幸せです。コリコリとした食感と磯の香りがたまりません。東通りさんの採れたてウニを初めていただきます。生でも美味しいんですけど、炭火で炙ってみたらクリーミーで濃厚な旨味になりました。東通りのホタテ貝は津軽海峡の荒波育ち、しっかりした食感が特徴です。いただきます。身がすっごく甘くてしっかりしていて歯ごたえがあります。こちらも今朝採れたヒラメです。いただきます。さっぱりした味ですが、身がとってもしっかりしています。村長さん、今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はどうもありがとうございました。また来てください、はい、来年も待ちてます。